けんな、この窓こっちからやめてやるよ。この下手くそが。こんなとこに寝たら風邪ひくぞ。あ、帰れるとこある？あ？ない。帰るとこない。マジか。俺んちだよ。え？よいしょ。待って。いや。いや。待って、いや。何言ってんの？ちょっと。やめて！あ。やらせてくれんじゃないのかよ。ごめんなさい。名前は？名前は？アミ。俺、コータ。家で。いやほら、さっき道端で死んでた時言ってたじゃん。帰るとこないって。うん。やっぱ家出か。ねえ。あ？ビール。は？私もビール飲みたい。何言ってんの、もうやめとけよ。めちゃくちゃ飲んでんじゃん。いいじゃん別に。潰れたって消えたって、死んだって誰も何も言わないよ。お前
そうか、風俗か。うん、歌舞伎町でそこまで落ちちゃった。ウケるよね。未成年が刺さって夜の世界入ったらそれを大人に利用されるよね。バカじゃん。最終的に風呂に沈んじゃった。今頃探してるんじゃないか、私の面倒見てくれてた人たち。うん、なんだ、面倒見てくれるやついるんだ。ヤクザだよ。体で返すしかないから。なんだそれ。いいよ、しばらくここいないよ。じゃてか戻んなよ、そんなとこやばいでしょ。何なんだよそれ。バンドやってたの？うん、まあ今日クビになったけど。弾いてよ。なんで？弾いて。もう忘れちゃった。うん、お前もなんか弾いてみ。うん、まあ、C はどんな弾いて。結構マニアックなコードから弾くんだなお前。このコードが好きなの？コード進行の手癖ってあるよね。コードの癖は？俺？うん、貸してみ。手癖。普通にこんな感じが多いかな。っていうか歌詞もないし、最近歌詞も全然書けないんだよ。じゃあ今夜のこと書いたら。いや、お前のことまだ何も知らないし。そうね。
好きな色の花を窓辺に飾るとしよう。季節のそれに合わせて君を誘うとしよう。好きな歌を歌おう。あのフレーズを奏でよう。思い出とシンクロするだろう。その瞬間君を抱きしめよう。溢れた涙が優しく流れて川のように川の流れのように いいことばかりじゃないだろう。一人泣きたい時もあるだろう。近くて遠いそんな僕らだから、そっと寄り添い合うんだよ。二人の間に川が流れて押し流されてく、押し流されてく。なんだよ。あるじゃん。困るね。お兄さんさ、お兄さん関係ないよね。僕行ってくんないかな。アミはどうするつもりだよ。お兄さん、代わりに2000万払えるの？ん？払えないよね。じゃあ話早えよ。ことは関係ないんです。そっとしておいてください。このはどの立場？でもない。おい、ちょっと。ああ、ちょっと、ちょっと、ちょっと、やめろよ。名前は何です？お別れを言って、バイバイして、バイバイして、バイバイして、行くぞ。
しいんだよ。そんなこと考えてるよ。一人考えてるんだよ。